才能の正体を読んだので、いつもながら興味深かったところをメモしていきます。著者はツボッタのブタカさんですね。えー、ビリーギャルさんの著者,著者ですね、えー。2018年の本ですで。読む理由なんですけど、まあ、ビリーギャルの著者は才能についてどう考えているのかなというのは興味があったからです。で内容紹介をまずよりにしますと、才能の目は必ずあなたの中にある受験から受験、人材育成まで、あまたの奇跡を生んだビリーギャル著者による劇的能力向上組織変革のメソッドということですねで。結果で才能が決まるって書いてありましたね。どんな人であっても結果が出たら元がいい。 地頭がいいとと言われますとで結果が出なければもともと才能がないって言われちゃうんですね。で、人は結果し,結果しか見てくれない、結果からしか判断しないというまあ悲しい現実ですね。結果によって過去の解釈っていうのが変わってしまうんですよね。いやー、悲しいですね。これはもう非常になんか狭い世界の見方だなと思うので。うん、まあ、なんまなか 才能というか、まあ、そういうのでね、片付けない方がいいですよってことですね。で、やればできるを変えた方がいいって言ってましたね。なんか、やればできるって、なんか、すごくいい言葉のような気がするんですけど、この思考を持っちゃうと、できそうにないならやらない人になっちゃうんですよね。もうチャレンジしない人間になっちゃうんですって、です、です。だから、うんと、やれば伸びるにやっていきましょうと。まあ、これもなんか、成功哲学とかでよく言われますよね。えー、っと、努力したら夢が叶うとかさ、努力したら成功するとかっていうと、うん、まあそんなわけないじゃないですか。努力しても成功しないときは成功しないし、努力し,、えー、しても夢が叶わないときは叶わないですよ。で努力をやった時 何か、えー、成功が約束されてないですけど一体何が約束され,てされているかというとそれは自分が成長することですよね、えー。努力したら成功するか夢が叶うかそんなことは分かんない。でも自分が成長するってことは絶対に約束されているんですね。えー、やれば伸びる、えー、やれば成長するっていう方向に、まあ、マインドセットしていた方がいいんでしょうね。はい いや丸歳から視覚しし教育は才能を殺すっていうのも、ね、あんま興味深かったですね。えー、丸歳だともう遅いっていう考え方になっちゃうんですよ。これ,これだとね、えー。3歳からの早期,早期教育は才能,才能を生み出すとか。 だったらさうちの子も5歳らはもう遅いわ、とかなっちゃうんですよね。いや、そんなことないと。まあ、ちょっともしかしたら遅いかもしれないけど、そんなことない。えー、人は人の成長っていうのは、まあ、いつからでも始めれるんだよってことですね。まあ、これはその子供の教育だけじゃなくて、大人でもありますよね、えーと。いや、大学生の時もっと勉強しておけばよかったとかさ、もっと本を読んでおけばよかったとか、えー、30歳の時に転職しておけばよかったとかさ、30歳の時からもう資産形成をやっていけばよかったとか、まあ、いろんな人が言うと思うんですけど、いや、そんなこと,な,ことないと、えー。今からでも始めれますよと。な,なんたって、今、人生100年時代ですからね。はい。 ナーの正体とかっていうのもね、えー、長年の塾講師経験から。 でまあ、言ってましたね、えー、それは洞察力って言ってましたね。相手が何を求めているのかを想像し、洞察し、察知することす全てに応用。まあ、全てっていうのはそのビジネスとか、まあ、勉強、全部に応用が効きますよってことですね。例えばその、受験勉強だったら、出題者が何を求めているかということが分かれば、回答までに三つ指示が分かるんですよね。まあ、これ非常になんか、まあ、頭のいい人ってこういう考えしますよね。で才能がある人というのは結果を出せる人結果を。結果はどういう人が出せるのかというと、それは洞察力がある人に他なりませんということで、洞察力がすごい大事ってことですね。えー、だから、学校教育で洞察力を鍛えて 行きましょうという話なんですけど今のに日本型の学校教育というのは工場労働者、えー、養成機関なので、まあ、ここね洞察力を鍛えるのには向いてないかもしれないので、まあ、学校にはこういう洞察力を鍛えることに向いてないですよと、まあ、学校には限界があるんですよということを知って、まあ、親であれば教育をしていくのがいいのかなと思います。 あと、教育のマネジメントの違いも面白かったですね。えー、知らない人に知識を与えるのが教育。で知っているけどや、やれない人をうまくやれるようにするのがマネジメントって言ってましたね。で、まあ、これからそのマネジメントっていうのがすごく重要になっていくんですよね。なんでかっていうと、その知識を与えるのが教育なのだとしたら、もうその、ウィキペディアさんにしろ、まあ、そのスタディサプリとかでも1000円で5教科学びますよね。知識を与えられる環境って、もう簡単に作り出す,出すことができるんですよね。あとは、その、まあ、勉強というか知識なりをどう使っていくか。 えー、どうやって勉強し続けていくかっていうのはやっぱマネジメントの方向なんですね。このマネジメントっていうのはこれからすごい重要になってくるんじゃないかなと思いました。はい。で適切なフィードバックの話もすごく面白かったですね、えー。プラスの意図もなく、マイナスの意図もなく、ただ事実のみを言うということですね。例えば、その背筋が曲がっているのを指摘したいなら、えー、背筋が曲がっているねっていうだけなんですね。まあ、よく言いがちなのが、いや、お勉強できないのは背筋が曲がっているからだとか言っちゃうと、それはちょっとダメですね。ええー、プラスの意図、マイナスの意図が入っちゃうので、ただ事実のみを見ましょうと。理想としては、その姿を写真に撮り、それをただ見せるだけってことですね。例えばその猫背の 姿自分の姿を見たら、あこれ変な姿だ、こんなんじゃモテないぞとか思ったら、まあ、勝手に背筋、ピンとするじゃないですか、まあ、そういうことが大切だって、まあ、プラスの意図もなく、マイナスの意図もなく、ただ事実のみを言いましょうと、で、中立的なフィードバックをただしたされることは、力を伸ばすと言ってましたね。 でまあ、その大切なことがフィードバックするには信頼関係というのが非常に大事,大事になってくるということですね。えー、信頼関係がないフィードバックというのは相手を攻撃やっているように感じる場合もあるんですね。例えばその子供ですね子供はまあ学,学校の先生、親とうまい信頼関係が築けてなかったとしますよね。そうしたらまあ親教師が 良かれと思って言ってくれるフィードバック、うん、というものがあ,あの先生って僕のこと嫌ってるからあんなこと言うんだとかはね思っちゃうかもしれないですよね。ということでね信頼関係っていうのが非常に重要で、まあ、そういうね信頼関係が築けてない時になんかこのフィードバックをするっていうのは良くないかもしれないよということをまあ覚えておかないといけないんじゃないかなと思います。で才能の正体ね、えー、これで終わるんですけどすごくね面白い本だと思いますね。なんか Amazon だとあんま評価は高くなかったんですけど、まあ、すごくいい本だと思うのでぜひ、まあ、ね教育に興味がある人は読んでみていただけたらなと思います。はい。